8月のシンデレラナイン。はい、どうもこんにちは、ガロンです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今日はですね、まあこちら、UR のね、まあココちゃん映ってるんですけども、まあ明日からね、日付が変わって12月1日から、5.5 周年ハーフアニバーサリーキャンペーンがね、まあスタートするというところで、で、まあ先日の、8生で、まあ新しい UR が、まあ、紹介されて、で、それがね、まあココちゃん、だったというところで、で、ちょっとね、まあレオンさんの方からね、その時ね、お話で、まあ、性能の、紹介を、されたような感じで、で、まあ、性能紹介あったんですけど、まあ、ほぼ口頭なんですよね。うん。まあ、口頭での説明、まあ、一応ね、その会場の後ろに映ってるモニターで、まあ、一応文面では書いてあったんですけど、まあ、それはね、別に、こう、大きく表示されるわけでもなく、まあ、ちょっと見づらい感じ、ではあったので、ほぼほぼ、レオンさんの、口頭によって説明して、くださったというような感じだったんですけども、そのね、効果内容をね、ちょっとね、この動画でちょっとまとめてみようかなっていう感じに、思っております。うん。まあそうですね、まあいろいろ聞いてて思ったのは、まあ以前のね、まあこちらに映ってるココちゃんよりもまあ相当強くなるなっていうところ、のねイメージがあります、個人的には。うん。ではね、まずね、その性能に関してはまあシンデレラハーモニーですよね。で、シンデレラハーモニーの方が、引っ張りを使用ですね。で、引っ張りを使用で、まあ、得られる、まあ、効果、ホームラン率が、アップ。で、あと、敵補給率ダウン。そして、自身の調子アップ、オペレーションコストの回復。いやー、もう、これだけでももう強いですよね。うん。で、ホームラン率アップと敵補給率のダウンの、まあ、表記の仕方は多分矢印だと思うんですよね。うん。で、ホームラン率のアップっていうのは、おそらく、まあ、僕の予想では2段階アップ。で、敵補給率ダウンは、2から3段階ダウンぐらいかなっていう感じがする。まあ、多くて3段階ダウン。まあ、4段階、5段階ダウンとかになってくると、まあ、ちょっと壊れすぎちゃうかなっていうところで。うん。まあおそらく2、3段階ぐらい。うん。まあ多くて3段階ダウンぐらい。で、自身の調子アップはおそらくまあ1段階上昇でしょう。うん。まあ使っていけば、まあ1段階上昇していくよっていう感じで、まあ自力で、絶好調まで、調子を上げるようなことができるような感じだと思います。で、オペレーションコスト回復。まあこれはそうですね。オペレーションコスト、まあ10回復だったら嬉しいかなっていう感じですかね。うん。まあ5回復か10回復、少なくても5回復ですよね。うん。まあ10回復だったら、まあ実質5を使用っていう感じで、まあ非常にね、使い勝手がいいかなっていう感じですね。うん。で、あとは、ホームランを打つことに成功すると、全体バフのスキルを習得、とあります。うん。まあ、ホームランってね、まあ、そんな、べらぼうに、まあ、一試合の中、まあ、出るっちゃ出るんですけど、まあ、ヒット、普通のね、まあ、単打で出塁、みたいなのと比べると、まあ、期待値は低めなんですよね、ホームランってね。うん、まあ、そんなね、単打のヒットよりもホームランが多い、みたいなのね。まあ、たまにそういう時もありますけど、うん。まあ、まあ、なかなかね、まあ、そんな、べらぼうに出るもんじゃないよ、というところで、まあ発動はちょっとね、まあやや難しめなのかなっていう気がします。うん。この全体バフのスキルっていうのは、まあその効果の内容はちょっと触れられていなかったので分かりませんというような感じ。うん。で、あとホームランを打つことに失敗しても、次の打席で自身を強化されるというね、言い回しをしていました。うん。で、あとね、加えてね、その使用回数を重ねれば重ねるほど、強化されるような性能だよっていうことを、まあ言っていましたね。うん。まあ、これがちょっとわかんないですね。使用回数を重ねれば重ねるほど強化っていうのが。アメリアちゃんとか、まあ、あとフリーダさんとかみたいに、複数スキルを習得できる、ようなものかもしれないですね。そのホームランを失敗しても次の打席で自身強化っていうのが。まあ、ちょっとその辺がどういう風に強化されるのかがわかんないですけど、スキルで強化されるのか、まあ、それとも、もう常時、発動なのか、それ以降。うん。まあ、それがちょっと
とよくわかんないんですけど、まあそれ見てみないとね。うん。まあね、まあ情報としてはこのぐらいなんですけど、まあ性能としてました。いやー、やっぱりね、その一周目のね、ココちゃんよりもまあ強いですよね。うん。まあ一周目のココちゃんに関してはね、これね、まあ強振をしようで、長打率アップのムード値上昇、まあムード値上昇と長打率アップっていうのが、まあ新しいココちゃんではないんですよね。うん。で、あと、ハイパープリティ打法を習得。で、ハイパープリティ打法は、ホームラン率を超究極に上昇させるで、発動上限回数が3回。まあ、理論上、まあ、使い続けていけば、ずっと常時発動みたいな感じですよね。うん。まあ、超究極上昇なので、多分ね、ホームラン率の、アップっていうの、振り幅っていうのは、多分こっちの方が強いんじゃないかなっていう気がします。うん。まあまあただね、そのオペレーションコストの回復とかがなかったりだとか、低燃費で使えないだとかを、もありますけど、まあうん、まあこれはこれでね、まあ別に全く使えないよっていうわけじゃないんですよね。まあムード値上昇もね、まあ、試合まあ拮抗してる間とかではね、まあ非常に助けになる、まあ能力ですし、うん、まあ使っててね思ったのが能力ですし、まあホームラン率超究極上昇、まあこれによってね、まあ僕これ使い始めたぐらいの時でね、まあよう打つなっていう風には思ってましたね。うん。まあとにかくホームランをね、もうほんと量産できるような感じのキャラクターで、まあ非常にね、もう長距離打者として、まあうちでもね、まあ活躍していましたし、まあ別にね、今、でもね、全然使おうと思えば使えますけどね。うん。まあただね、やっぱりね、全体的に見で、今度、まあ日付が変わったら、ガチャ開催されると思うんですけど、うん、まあ強いなっていうところ印象がありますね。新しい方がやはり、まあね、まあ低燃費で打ちつつ、で適応給率ダウンっていうのがね、まあこれ地味に嬉しいですよね。多分3段階ぐらいだと思うんですけど、うん。で、あと自身の調子もアップしつつ、まあちょっとこの辺はね、なんか長井ちゃんと同じような性能、なんじゃないでしょうか。まあホームラン率アップっていうのがね、まあまあ、どの程度のものか、どの程度ね、ホームラン打つのかにもよりますし、まあ、あと全体バフもね、スキル習得、されるので、まあ、選手に任せるでね、試合を進めるユーザーにもね、まあ、非常に嬉しい性能なのかなっていうふうに、思います。で、ホームラン率、ホームラン率じゃない、ホームラン失敗しても、まあ、打席、次の打席で、まあ、打撃力が、まあ、アップされる、ような感じだと思うんで、まあ、失敗しても恩恵はあるよっていうところ、うん。まあ、出塁にもしやすく、まあ、レオンさんも言っていたように、出塁もね、まあ、それなりにしやすくて、ホームラン率も、アップしてるんで、まあ、ホームランも狙いやすい。みたいな感じでね、非常にね、使い勝手が良さそうな、イメージがあります。はい。で、肝心のね、僕、どうするかなんですけど、僕ね、これ、ちょっとね、引く予定ではいます。まあ、一周目のね、まあ、ココちゃん持ってますし、まあ別にね、その、ライトはね、その、まあ一応、アカネちゃんとかもいますし、まあ、アメリアちゃんとかもいますし、まあ一応ね、替えが利く、キャラクターはいるんですけど、まあやっぱりね、僕、ココちゃん、まあ、キャラ愛ですよね。これはね、うん。まあ、ココちゃんは僕ね、結構好きな部類のキャラクターなんですよね。うん。まあなんならね、僕ギャル系好きですし。うん。ちょっとね、まあ、以前ね、このココちゃん、一周目のココちゃん使っててね、非常にね、助けてもらった試合っていうのもありますし、戦力的なね、意味でもね、まあ、思い入れが強いね、キャラクターでもありますんで、もう一回ね、ちょっとね、この二周目のココちゃんで、ちょっと返り咲いてほしいなっていうね、思いもあるんですよ。もう高梨ちゃんに全部持ってかれちゃってるので、今。うん、強打者としての、枠が、うん、持ってかれちゃってるので、ちょっとね、もう一回ね、返り咲いてほしいなっていう思いもありつつ、まあ引こうかなとは思ってるんですけど、コインもね、ちょうど20枚以上溜まってるんですよね。だもんで、コイン交換もちょっとね、視野に入れてます。うん。っていうのはね、ひまわりスカウトとかもね、まあ、来てるので、花見のね、あかねちゃんとかもね、あれ欲しいんですよ。うん、強いんで、ひまわりが。
強いんでね、欲しいんで、まあちょっとね、そういうのも引きたいので、最悪コイン交換になるかもしれない。それはちょっとわかりません。うん。来てから考えます。はい。まあね、そんな感じで、まあ、ココちゃん推しの方だとか、まあ、性能、まあ、強いキャラクターが欲しいよっていう方に関してはね、まあ、ココちゃんもね、十分ね、狙ってみるのもね、いいんじゃないかなと思います。はい。でね、まあ、ココちゃんも楽しみなんですけど、我が嫁様が明日誕生日なんですよ。日付が変わって。だからね、会話劇。うん、会話劇がね、もう去年がめちゃくちゃ良かったんで、うん、まあ、今年はね、もう果たしてどうなるかなっていうところで、非常に楽しみにしております。はい。ということで、今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。